語の教科書のキャラクターいくつ覚えていますか？ガマくんとカエルくん、お手紙に出てくる、小学2年生で習う。クジラ雲、これを読んだ後空を見ながら帰った。マメタと祖父、もちもちおきに出てくる、当時怖くてトラウマだった。ルロイ修道士、指をピンと立ててくるおじさん、困難は分割せよで有名。カレーライスのお父さん、1日30分のゲームの約束を破ったくらいでゲームの電源を切ってくる老害。スーホの白い馬に出てくる、当時女だと思ったら少年だった。トベくん、朝かもしれないで有名。ヤンおばさん、故郷に出てくる体がコンパスのようなおばさん。カンジー博士、たまに教科書に出てくる漢字の博士。クエ、海の命に出てくる。エーミール、そうかそうか、つまり君はそういうやつなんだな、でおなじみ。